にちは、オーベルジュチャンネルです。今回のテーマはこちら、年末恒例滋賀ドゥーバップさんの別注アイテムですね。こちらの、詳細紹介編となります。ちょうど夏の初めぐらいですかね、あのドゥーバップ中島オーナーから、あのいつもの毎年のね、年末恒例の、別注今年どうしようなんてね、ご相談を、いただいた中で、ね、もう4年、ずっと続けさせていただいておりますので、じゃあ今年どうしますかなんてお話、まあ、あのそういう会議の場を持ったんですよ。そこでね、あの中島さんからの、お話いただいたのがね、こちらだったんですよね。L2A っていうのは、いわゆるこう、フライトジャケットの系譜の中で、中綿の入っていない、割とこうね、あの、そこまでこう、あの、高いところまで飛ばない、パイロットの、まあ、ウィンドブレーカーに近いような感覚の、フライトジャケットに、なるんですよね。ちょうど、1940年代後半から、見頃がね、まあ、自分がね、ちょっと結構 B15、研究家なんですけども、ちょうどあのコットンから始まってナイロンに切り替わったあたり、そこから、まあ最終的な、ね、MA1 あたりになる、このちょうどこうごちゃごちゃっとした、戦争で言えば朝鮮戦争あたり、このあたりの、ナイロン化が、化繊化が始まったあたりでよく切られた、L2 シリーズの中の A タイプ、ネイビーですよね。あの、そういうこう L2A ネイビー型、ネイビーの、フライトジャケットを、ぜひというようなお話をいただいたんですよ。で、オリジナルをね、滋賀から送っていただいて、まあ、こと細かく、拝見いたしました。まあ、実はね、フライトジャケット、自分もこう男のアイテムとしてまあ大好きで、いろいろ、集めてはいるんですけれども、何せね、あの今の、ファッション的サイジング感覚からすると、ちょっとこう着にくい部分っていうのがね、いろいろあるんですよ。まあ、それをどのような形で、まあ、モディファイしていくかというのが、もちろん我々ね、オーベルジュとしての、まあ、腕の見せ所なんですけども。というわけで、あのちょうど今ね、あのオリジナルでお借りした L2A はあのご返却してしまったので、今一番近いところで、B15 の D モディファイというのが、ね、ありましたので、ちょっとこちらを着てみて、オリジナルと、今回お作りした L2A のこの、モンローという形ですね。モンロー、なんでモンローなのかちょっと後で、ご説明しますけれども、こちらとこちらがどのような形でこう今っぽくなってるかっていうのを、今からちょっとこれオリジナルを着ながらご説明、したいと思います。じゃあまずこの B15D モディファイですね。襟ボアを、ヘルメットがね、ジェットヘルになったことにより、襟ボアが邪魔だということで一旦外したというね、伝説の白タグの、オリジナルになります。こちらがね、着たところこんな感じになるんですよね。ちょうど今ね、下に着ているのが、うちのビッグシャルロットの44のサイズになります。まあ、そのまま着たらこのぐらいのレベルではみ出てしまうというね、ぐらいの着丈。これ本当にね、この、フライトジャケットをの本当に歴史をね、あのこう再現するという風な、ブランドさんたちからするともう当然のこれ着丈、だと思うんですけれども、やっぱりね、ちょっと今自分たちからするとこうするとね、こうだいぶお尻がね、こうトップガントム・クルーズ感が強いというか、なので、やっぱ着丈はちょっと触りたくなるかなという、ことなんですよね。あと、なんといっても一番、我々が気にしてしまうのが、やっぱ肩なんですよ。これね、フライトジャケットいろんな各社メーカーあるので、まあ、一概には言えないと思うんですけれども、まあ、たまたまこちらとか、あとお借りした L2A、それも全く同じだったんですけれども、袖山がね、とっても高いんですよ。袖山が高いっていうのは、手はアームホール詰めながらなら上げやすいんですけれども、ちょっとここで何ですかね、こうカチーンと、力強さが出てしまうというかね、丸く落ちないんですよね。カックーンってなってしまう。そういうこうちょっとね、いわゆる北斗の拳的な方っていうんですかね。まあ、そんなイメージがちょっと強くなってしまうんですよ。なので、今回我々こちらのドゥーバップ、モンロー型、モンローモデルに、移行するにあたり、触ったのが、ね、袖山の高さを、ちょっと丸めに調整いたしました。ということと、あと着丈ですね。着丈を、今の我々のカットソーとかとレイヤーするのに、ちょうどいいような丈。こちらまで、ギリギリまでキューッと、下げて長くしてみ、ました。
まあ、当然これもね、すべてがバランスなので、ただいたずらに、大きくしました、長くしましたというような、そういう、こう、まあ、ビッグサイズブームに乗せたわけではなく、ちょうどこのフライトジャケットの歴史を、踏襲しながらも、このバランスが今だろうというのを狙って、モディファイいたしました。まあ、ちょっとこの感じね、覚えておいていただいて、まあ、これね、もう歴史的には、まあ、本当ね、これがお好きだった方もいっぱいいらっしゃると思うので、別にもちろん否定はしないんですけれども、まあ、オーベルジュとして作るには、ちょっとこのあたりは、というのでね、すべてがいい感じになっているのが、こちらのモンロータイプになります。で、今ちょっと着替えてみます。はい。ですね。じゃまず、シルエットのところからのご説明なので、まずはちょっと着ちゃいますね。はい。これね、結構ね、軽いんですよね。よいしょ。はい。先ほどの、B15D と比べていかがでしょうか。こういう感じになるんですね。本当にすっきりしたシルエットになっていることがお分かりいただけると、思います。まずこの袖山が低いというのがね、こういう感じなんですよね。今までこう怒ってた感じが、やっぱこう、つるっとこう、スルッと落ちるような、イメージ、を持っていただけると思うんですよね。はい。あと、着丈。これもね、こうちょうどこれ、ビッグシャルロットの44に対してちょうど、2、3センチはみ出るぐらい。まあ、このぐらいね、ちょっとね、はみ出てるレイヤーするのもかっこいいかなと思います。こういうサイジングに、なっております。これ自分が、44を、今着ております。いいですよね。さ、じゃあさらに、まあ、こんなシルエットっていうことで、ちょっとね、袖もね、ちょっとだけ細く、しております。ただね、なんかいわゆるビタビタとかそういうことでもなく、適度に動きやすい程度の、余裕を持った、モディファイをしております。でまずね、じゃあ素材。じゃあそこから、まず生地の方いきますね。これがね、ダイワインターテックの、ちょうどね、去年のあの、ヴァンガード作った、あちらの素材になります。あれがちょうど、縦がネイビーで横が黒というね、ネイビーブラックの、玉虫になっておりますので、L2A お台にはね、持ってこいだなと思って。これ、まあ、コットンなんですけれども、もう超撥水でね、バンバンミザージク、オーベルジュクロスのもう完成形、一つのこの本当完成形で、となっておりますので、耐久性から何から、雨から、雪から、完璧に対応を、いたしますと。で、あと、ファスナーが、これ、朝日ファスナーのごっつい、素晴らしいのが、お付けしたということと、あと、中、これはね、中島オーナーからの、ご要望だったんですけれども、ちょうどね、アルパカの、ボアを貼っております。これね、ちょうど、高野口の、和歌山県高野口で、しか編めない、タイプのボアなんですけれども、ちょうどね N1 ってデッキジャケットって言われる N1 の身頃で貼るタイプの、ウールとアルパカを混紡して、ウールの方をはアルパカはねぐっと縮小かからないので、ウールの羊の毛の方がぐっと縮むことで、ボア化するというねそういうこれもアメリカ伝統の40年代からずっと使われている、アルパカボアですね。こちらを、オリジナルで作って、貼ってみました。なのでもう本当ね防寒着として、本当に完璧に、仕事すると思います。あとねどうしてもやっぱりこう車移動が多いお客様多いということなので、あえて着丈もこの短丈ブルゾンということで、ご準備したのが、こちらの、モンロー型 L2A ですね。モンローというモデルに、なります。やっぱね あとねそうここもちょうどねニットの打ち合わせで福島行ってきたんですけれども、これわかりますかね、これ。先端がリブになっていて、ここにこう編み地が変わってるじゃないですか、ここ。二段リブなんてね、こう古着屋さん行ったりするんですけれども、これはちょうど一番わかりやすいのが G1 かな。アメリカのね、ネイビーのフライトジャケットの G1。あれもこう二段のリブになってるんですけれども、あれがね、なんでかっていうのを、ハンドフレームのうちでお願いしている、マルコンニットさんで聞いてきたんですよ。そしたら、先端のリブというのは、伸びるための組織、伸びて縮ませる組織なんですけども、2段目のこの横に走ってるこう裏目の、目ですね。ちょっとガーターみたいになってる編み地。あそこは、あえて伸びないんです。伸びないっていうかね、伸びを止めるための組織なんですって。なので、そのまま身ごろくでこうキュッと収めて、先っちょにはこう縮む、フィットするっていう。だからここで腰で止めるけどここはブラージングするっていうそのためのね二段式の組織だったんですよね。というのもあれは本当にデザインでも何でもなくて、まあ、理にかなったね組織だったんですよね。だあれもいろいろ今回のニットに、ポイントとして
使っているデザインになります。まあ、ちょっとね、余談でしたけど。まあ、そんなリブも、こう付けしてます。なんで、この2段のリブが、裾回り、袖口に、使っております。はい。で、あとね、ちょっとね、おすすめの抜き方というか、そしてちょっとこれいいかなと思ってるんですけども、これね、今回、ご用意しているサルタン。これね、あの、羊の毛がなんですけれども、もうカシミヤ級に、短い、よいしょ、短いというか、こう、繊維が細い繊維を使っているマイクロンの、羊の毛のサルタン。こちらの、ストールと、このね、モンローが絶妙にかっこいいと、どうですかね、これ、こんな感じ、いかがですかね。こう、なんかね、フランス人っぽい雰囲気を醸しながらも、形は、90年代、由来の、フライトジャケットなのにサイジングが、今のフィットになっているという、まあ、これがね今回の、シガドゥーバップ別注モンローのねちょっと全容ということで、まあ、こんな着方もいいかなと思っております。でちょっとモンローというね名前の、由来なんですけれども、こちらですね、まあ、これ有名な写真なんですけれども、1954年にマリリン・モンローが朝鮮戦争の慰問に行った時に、このちょうど最初に自分が着たのは B15 シリーズの C というねモデル、これ C だけがネイビーなんですけれども、それをまあ着て慰問に行って、歌を歌ったりとか、兵士をねぎらったんですよね。まあ、その時に着たのがまあこちらなので、まあ、このね L2 のネイビーシリーズの流れを組んでるということで、モンローという名前にこちらさせていただきました。はい。で、こちらがね、全て全容となります。で、それではちょっと詳細なんですけれども、発売の方が、今月12月の16日の11時から、ウェブと店頭と同時にスタートすると、ということです。で、お値段の方が、7万8000円で、税込みで8万5800円ということになっております。これ結構ね、もうこれ、一着あれば、いろいろこう、もうガンガン、なかなか天候のきついところ行っても、もう本当にこれ、ダイワのね、反応は、生地なので、もう本当に、強さはね、お墨付きですので、いろんなね、海や山へと行っていただいても大丈夫な、クオリティと、なっております。こちら、12月16日ね、スタートということで、皆様のお問い合わせ、ご来店を、シガの方でお待ちしております。それでは、こちら、ドゥーバップ別注の、紹介動画となりました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。